中段きのポイントについて説明します私の中段突きはなるべく半身の状態を長くキープしてまず相手の懐の中まで足をまず入れてその後に体をを切って中段突き深くきますこの時に手の長さとあと線が見えるように審判に取りやすい中段突きを突きます。 この時に顔から前に行ってしまうと相手の突きも先に食らいやすいし体のお尻の筋肉や足の筋肉で押すことが難しくなってしまうのでなるべく半身の状態から入ることを心がけてやってます、まあ、やってみます。 学生時代はいろんな基本の点など注意されても直せどうしても直しきれなかったりなんでできないのかが分からなかったんですけどトレーナーがついたことによって、まあ、体の使い方だったりこのの練練習習はどういういい意味があってててをしているのかと考えて今は練習できるようになりました、まあ、今まではどうしてもお腹の体幹の筋力が抜けてしまったり腰が後ろに引けてしまうということが多かったんですけどそういった部分がなくなって。 今まで以上に下半身の強さを生かした瞬発力のある技を出せるようになったりとかあの技の強さスピードいろんな面で強化されたなと思ってます私自身空手をやって大きな成長を遂げられたものなので、まあ、礼儀作法だったりいろんな部分であの成長できる。 ものが空手だなとは思うんですけど競技としては肩と組手の両方があるということの面白さだったり組手の技の多彩性だったりそういった部分を多くの人に知ってもらえたらいいなと思ってます。